BGB、今度は175です。2ケース目ですね。3ケース目はあと2口残ってる状態で埋まってないんで、まあ後でちょっと注文見てみますけどね。はい。まああと2口で、3ケース目も埋まるんで、よかったらぜひお願いします。ちょっとエコー、ちょっと調べたんですけどね、ちょっと。あ、大丈夫かな？エコーかかってます？エコーキャンセル使ったんですけど、どうですかね？はい。多分大丈夫だと思います。はい。じゃあこちらですね。先ほどと同じ方法です。BGB、今度は175。まあ2ケース目ですね。はい。ご注意ください。1ケース目はまあ、ジョーダンとかいろいろ出てました。こちらも、みんな一口ずつですね。はい、いつもありがとうございます。じゃあ行きましょう。じゃあ抽選画面。はい、一応説明しておきましょうか。一応、後ろの方に画面を切り替えて。はい。一応ボックスが2箱入っています。上部と下部。ボックス1が上部。ボックス2が下部になります。それの、上部の箱の中にバイバック系が4枚。下部の箱にもバイバック系が4枚入れられています。リーフのカードは最後に全員抽選です。はい。で、各箱4枚。上から1から4。で、下部のボックスも上から1から4となります。出現位置とハンドルネームを抽選して紐付けするという形ですね。はい。じゃあ、抽選このままいっちゃいましょう。今度こちらですね。BGB175 です。じゃあまず出現位置ですね。はい。貼り付けました。抽選は3回。まず1回目。トップ、ボックス2の2。ボトムがボックス1の1。2回目。トップがボックス2の1。ボトムがボックス1の4。次で出現位置の順番が決まります。ポチッ。ボックス1の4がトップですね。ボトムがボックス1の1。まあ、一番下のが、さっきもジョーダンと、カイリーのルーキーの 9.5 でしたね。はい。まず、出現位置の順番が決まりました。次にお客様のハンドルネーム。こちらも3回抽選いたします。はい。よろしいですね。いつもありがとうございます。まず1回目。トップ、KK。ボトム、KWK。2回目。トップ、TKO。ボトム、HAS。次で出現位置が決まります。4番、カモンってみんな思ってると思います。押します。こっち。トップ、RYO。ボトム、HAS。貼り付けます。拡大しますね。で、店長も保存します。読み上げます。ボックス 1-4 RYO ボックス 2-1 TKO ボックス 1-3 OGI ボックス 1-2 KWK ボックス 2-2 KK ボックス 2-4 EMI ボックス 2-3 SIN ボックス 1-1HAS となります。繰り返しですけど、リーフのカードは全員抽選です。バイバック系だけです。はい。4枚ずつですね、カカ。大丈夫ですね。はい、じゃあ、画面を切り替えて開けていきます。マシになりました。あ、今見ました。はい。大丈夫ですね。で、一応確認してください。はい。まあ、サインでジョーダンが出ればいいのかな。ルーキーのがいいのかな、やっぱりでも。どっちですかね。また超ビッグヒットがね、出るといいですけどね。はい。じゃあ、この上の方が、1の1から1の4。で、下の箱、こちら。
これが2の1から2の4になります。こっちが上部です。で、こっちが下部です。2の1から2の4です。あ、はい。じゃあ、いいか。はい。じゃあ、BGB175 の1の1から1の4です。はい。じゃあ、開けましょう。リーフのおまけカードはトップロードです。トップロードなんですけど、ビル・ラッセル。はい。しかもこれ30枚限定の14番。おまけだったらこれナイスですね。これ全員抽選です。はい。じゃあ上から行きます。BGB175 の1の1です。ジョン・ウォールの、これコンテンターですかね。はい、コンテンタンパッチのオートルーキーです。ジョン・ウォール。1の1。はい、で、1の2。ラリーバードです。これプリズムですね。サインは10です。はい。最低基準がラリーバード以上な感じですかね。まあまだ2ケース目ですけどね。はい。1の3。で、デュラント。これ200ドルぐらい普通にしますよね。49枚限定の13番。やっぱあれですよね。去年までのベストオブって2万5千ぐらいでデュラントとかコービー出て、よっしゃーって感じでしたからね。そう考えると、2万2千一口で、このレベル出るんだったら全然いいですね。お求めやすくなってると思いますね。まあ、グループブレイクの向きの商品だって、社長も言ってますからね。で、最後。いやー、まずいっす、これ。やばいっすよ。アイバーソンのスタジアムクラブ。まあ、はい、1の4のお客様。アイバーソン。スタジアムクラブの音です。いいっすよね。はい。アイバーソン。これ2001ぐらいでしたっけ？はい。はい。はい。1の1から1の4。1の4でアイバーソンのスタクラ来ました。はい、じゃあこちら。BGB175 の2の1から2の4です。はい、じゃあまずおまけのカードは先ほどと同じですね、これ。クレイグ・ホッジス。65枚限定の53番。これ全員抽選です。おお、一番上から、横ですね。ポール・ピアースとゲイリー・ペイトのデュアル・オートです。これ SP シグネーチャーですね。おお、いいですね。これが2の1。2の2。お !9.5! カール・マローン。セレクトのオート、オンカードです。しかもカッパーっすね、これね。49枚限定の26番です。ビジビ。はい。グレーディング入り 9.5 です。で、2の3。おー、これもいい。スコッティ・ピペン。はい、これはイノベーションのオートっすね。25枚限定。1番です。あ、行きますよ。3回目、今2スポットまだ埋まってなくて、一応、メールを
まだ確認してないんですけど、これ終了後にメール確認して注文入ってなかったら、再度一応もう一回つなげますんで、その時に2スポット埋まれば3ケース目もやります。22000でこの系出るんだったら全然いいっすね。はい。ね、マローンでもこれ 9.5 ですからね。で、最後。今度は、レブロンだけど 9.5 ですよ。エクスクイジットの、レブロン 9.5。これ2の4です。30枚限定ですね。しかも 9.5 ですよ。おー、30枚限定。はい。これいいですね、やっぱり。デュアルオートマローンの 9.5、ピッピン。で、レブロン。という形でした。はい。じゃあ、おまけのカード。こちらを抽選しますね。BGB 176が、あと2スポットっていう形ですね。残ってます。まあ、とりあえず BGB 175の方抽選いきます。はい。3回抽選。抽選後のハンドルネームの列を使って3回抽選します。で3回目に、1番に来た方がビル・ラッセル。3回目に2番に来た方が、はい、ホッジスです。じゃあ画面を切り替えます。はい、BGB175 リーフのおまけサインカードの抽選です。はい、抽選は3回。まず1回目。1番 OGI、2番 TKO、2回目。1番 HAS、2番 KWK。で、3回目。次、1番と2番ですね。はい、祈ってください。押します。ポチ。はい、1番 HAS、2番 OGI。ということで、HAS 様がビル・ラッセルのサインカードで、OGI 様がクレイグ・ホッジスのサインカードになります。はい。HAS 様、こちらです。で、OGI 様がこちらです。よろしいですね。はい。じゃあ、これで BGB175 を終了いたします。で、一旦、配信は切って、またすぐ、一応つなげ直します。で、その時に、2スポット注文来てなかったら、発言します。で、電話かメールはちょっと確認してないんで、まあ、電話の方がいいかもしれないですね。あと、ユースリームのチャット。こっちに記載していただければと思います。じゃあ、とりあえずは、BGB175 これにて終了いたします。ありがとうございました。